はい、どうも、ふみチャンネル、ふみちゃんです。今ね、今日は東京駅に来てるんですけども、これからね、浜松の方に帰ります。以前ね、紹介した光539をね、22時ちょうどに東京駅発車、浜松には11時過ぎに到着するんですけども、今日もその列車で帰りますが、今日はね、グリーン車で帰ります。はい、今回もね、JR 東海が出しています新幹線の予約サイトエクスプレス予約を使いまして新幹線に乗りたいと思います。この予約サイトですけども、新幹線に乗ることによりましてポイントがね、溜まっていきます。まあ、飛行機でいうマイルみたいなものですけどね。このポイントがね、600ポイントでこだま号、800ポイントで光号、1000ポイントでのぞみ号ですね。この、グリーン車に、普通車自由席とね、同額で乗ることができます。で、今回ね、840ポイント1年間かけて貯まったんですけども、これがね、今月いっぱいで失効してしまいます。約400ポイント、半分以上ね、失効してしまうんですけどね、この失効前にね、ポイントを使ってグリーン車に乗りたいと思います。今画面に出てますけどね、このように携帯電話やね、パソコンを使いまして、何号車の、2の D とかね、ここまで細かく携帯電話などを使いまして予約することがね、できる非常にね、便利な予約サイトでございます。This is the Hikari Super Express bound for Nagoya. We will be stopping at Shin Yokohama, Shizuoka, Hamamatsu, and Toyohashi stations before arriving at Nagoya Terminal. Cars 1 through 5 are for passengers without seat reservations.次の停車駅は静岡です。窓口は左側です。
N700 系新幹線のデビューしたのは今からちょうど12年ほど前ですね。2007年の4月1日です。僕がね、初めて乗ったのはそれから3日後、2007年の4月4日ですね。この日はね、朝一番の名古屋発の、のぞみ号で博多まで行き、博多からね、のぞみ26号だったかな。で、東京まで通し乗車をしました。まあ今ね、全国的に梅雨入りしてますのでね、毎日ぐずつかない天気が続いておりますがね、当時も本当にそんな感じです。昨年西日本でね、豪雨災害がありましたが、まさにあの日は山口県内で同じような雨が降っておりました。で、300キロまで加速するのね、まあ従来のね、500系のぞみと同じように4分程度でね、加速してしまうというね、非常に日本の新幹線は加減速が優れております。特に、立ち上がり加速ですね、起動加速度に関しては N700 系はね 2.6km 毎秒というね、通勤電車並みのね加速力を誇ります。本当にね、僕も初めて乗った時のことは未だにね頭に思い浮かびますが、本当にね座席に座っていても背中を押される感覚はあります。ジェットコースター以外にこのような感覚を味わったことがないのでね、本当にその時の興奮が未だに脳に浮かびます。500系のぞみ号ではね、当時300キロで走っている時に、運転手さんからね、直々に、ただいまの速度は最高速度300キロで走行していますというね、放送が入りました。またね、復刻運転などありましたらね、やってほしいものです。
23時17分浜松にね帝国到着です。非常に快適なグリーン車の旅でした。あっという間のね東京からの1時間20分でしたがね、エクスプレス予約でねポイントを貯めるとこのような特権もございます。800ポイント貯めるのは結構大変ですけどもね、普段からね光号やのぞみ号のねグリーン車に乗ることはあまりありませんのでね、年に1回あるかないかの体験でございます。皆さんも機会ありましたらねまた撮ってみてください。この動画は以上で締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。